リエントスター秒針もねえじゃん、これ秒針もなくて。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。オリエントスター秒針もねえじゃん、これ秒針もなくて。オリエントスター、オリエントスターダイナミック、そう、何気に初登場の時計、いや初めて買ってみました。ヴィンテージ、相当古い、相当ジャンクです。ルーメント見てみよう。まあ手巻きですね、手巻きの時計なんですが、ちょっとねやっぱり変わった感じだね、相当古いっぽいね。この形状、裏蓋にスポットはまるタイプはかなり古いような感じですね。この形状は結構古いと思います。そう、めちゃくちゃ綺麗な、多分これは動くぞ。そう、ここまで綺麗だし、破損もないし、これは動きそうな感じなの。ちょっと角穴車を回してあげて、ゼンマイを巻いてあげました。やはり動きましたね。なかなかいいな、可愛らしい。秒針がねえのが痛いな、ぐんやりしてんもんな。さあ、ではオリエントスター、こっからがオーバーホールの本番です。まあ今までやってたオーバーホールは言ってみれば練習です。まあこれもね、第一の練習みたいなもんですけど、ここから先このヴィンテージをオーバーホールしていくっていうのが最初の目的、当初の目的ですから、これをバラしていきます。そう、まあどんどんねバラしていきましょう。まあそこら辺はもうすでにバラしちゃったから、ここはバラけたから、そこら辺の先に進んでいきます。まあ手巻きなので部品点数は多くないのでね。あー綺麗だな、ちょっと裏側に移動し、裏本当に綺麗だな。まずは先にテンパーズしちゃおう。まずは打診機を外しちゃいます。まあね、ヒゲゼンマイを破損させぬように、そこだけまず先に外しちゃいました。あとはまあ手巻きなので部品点数そんな多くないはずなので、そのまあね、組み方とかしっかり覚えておきながら、どん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 バラしていくだけ。そう、先にどんどん進んでいきましょう。そしたらね、アンクルも外しておきます。この辺をまあ取るとかなりこう、なんていうのかな、ゼンマイが解放されるので、先に小ハゼで持ってゼンマイを解放した方がいいかもしれないですね、無駄に空回りさせちゃうと、ザラ回りさせちゃうと焼けちゃう場合もあるのでね、先に解放した方がいいかもしれないです。まあこれはね、もうそもそも動いてなかったもんで。そう、そしたらかから車、ここはね逆ネジだ、ここは逆ネジ、そう、ここはね逆ネジです。逆ネジのムーブメント結構ありますから、この辺の角穴車とか、逆穴になってる場合もあるから、ここは気をつけて。めちゃくちゃ綺麗だなこれ。しかしマジでマジでこんな綺麗なの。しかし見れば見るほど本当に綺麗です。こんな綺麗なもんかねってぐらい、そしてまた精度がめちゃくちゃいいです。なんて綺麗なんだろう。そうでしょ。あとはどんどん外していくだけ、部品点数も多くなく、そしてやはり精度がめちゃくちゃいいので、
本当に作業がしやすい。これほどまでに作業がしやすいかってぐらい作業しやすいです。気持ちいいです。綺麗なんだが、こんな綺麗かな、普通にこんな綺麗。まああまりに綺麗すぎるので、まあ一回オーバーホールしてるのかもしれないですね、うん、ここまで綺麗だからフラブタになんか記載もあったし、一度オーバーホールしてる可能性もあります。そう、そんな、それよりもまた自身で、俺自身でオーバーホールをしていきます。そう、この辺の、ね、受けもね2枚になってました。この2番雁木をこう止めてあげる受け、その上にさらに3番とか4番が来る感じですね。これも全て外してしまいます。今この2番車はあの表のその筒かなと一緒にこうかしめに待って止まってるもんで、その表側の筒かな、これだね、これを外してあげれば、かしめで止まってるんでね、これを外してあげればこう外れてくるっていう感じかな、ここはこうクッと入ってるような感じですね。一緒になってるんですけどね。でまあこれ耐震装置がないから、これなんか変わったのがついてる、これそう、耐震装置がいつも見る感じと違うんだよね。バネがついてるっぽいやつじゃない感じ、ビスで止めて、この耐震装置なのかな、これな、どうなんだろう、これを止めてる感じです。部品点数これぐらいだね、多くはないけど、やはりよっぽど精度がいいね、本当にこの素晴らしいな。コピーをやって慣れたもんだからもう楽でしょうがない。正直めちゃくちゃ楽です。こんな楽なもんかねってぐらい楽だな。では洗っていこう。本日のヴィンテージサロンは初登場、何気に初登場だね、オリエントスターのダイナミックミバフレックスって書いてあるね、11席、まあ、かなりジャンクな状態でした。秒針もなく、巻き針もない。そしてまあ文字盤に思いっきり傷がついてんだよね。だからまああの辺を磨きかけて、巻き針をどっかで探して買って、でまあ組み上げていこうかな。まあやっぱりやった感じ、中華製の安いのばっかりこういじってたもんで、ものすごく楽です。ものすごく楽、その精度がいいというか、このね、まあ、触ってみれば分かります、こんなに気持ちいいんだと思う、これ本当に。だからまあコピーはダメだって言いますけど、コピーされて、コピーに使われてるムーブメントをで鳴らす自分をこのねやりたい人は、もうそのコピーのムーブメントでもっていっぱい慣れてください、あれってよっぽどね、コピーはダメだって言いますけど、コピーで慣れるの、コピーはいい教材になりますからね、
本当にいい教材になりますから、あれで十分慣れた時にまたこういったヴィンテージ、とかに手を出していくと本当にやりやすいです。本当にやりやすいな。そしてやはりこのオリエントスター、まあ日本の時計ですけど、よっぽど綺麗だね。あんな綺麗なもんかなと思って、あのまあ中華製とかもそうなんですけど、新しければやっぱピカピカとかしてるんですけど、そんな綺麗さじゃない。もっとパシンとこうね、きちんとこうパシンとフラットが出てるというような綺麗さ、あの作りの綺麗さっていうのがね、ものすごいです。本当にやってて気持ちいい。ということで次回はね、また組み上げていきます。まあオーバーホール、こっからまあオーバーホールの、これを目的としてたオーバーホールなんです。まあなんていうか、ヴィンテージの時計をオーバーホールするのが当初のオーバーホールの目的ですから、今までだから、まあ言ってみればコピーのオーバーホールをしてましたけど、あれはもう練習をしてたんですよ。練習をしました。こっから先はもうどんどんヴィンテージの時計をオーバーホールしていきます。なので次回は組み上げに入っていきますんでね、また次回も楽しみにしておいてください。どうなることやら、復活できるのかってことで、またヴィンテージサロンでお会いしましょう。ありがとうございました。